こんにちは。おはよう。ライドです。はい、ライドです。片山さん、はいよ。ちょっと片山さん、さっきの打ち合わせの時にですね、ちょろっと話聞いて、また新しいこと始めたみたいじゃないですか。すごいな、そのニューパーツをなんかマシンに取り付けたような。今回片山さんから聞いた話だとですね、今何小説書いてるって。そうなんだよね。もう書きたくなってね。それはフィクションですか、それとも？いや、もう限りなくリアルですね。リアル。まあ多少企業名とかがあるんで、少しはその辺だけは注釈はつけるけども、でも実際にメーカーの鈴木だ、ホンダだ、ヤマハだってみんなこう川崎だっていうのはそのまま出てきますから。ね、先ほどちょろっとだけお話聞かせてもらったっていうか、原稿の一部を見させていただいたんですけど、はい、1980年、片山さんがもうそのレース真っ只中、はい、レーサーとしてもうバリバリの時ですよね、のその事実を。そうそれを実際ゴーストライターが書いてんじゃなくて。ああ、そう、ゴーストライターじゃ面白くないでしょう。片山さん本当のこと知らないしね。片山隆文の当時の心情とかね、それからレース界での動きとか、まあ今特に書いているのは、実際にホンダと契約して、待ってたけども、NR ができなかった。でNR ができなかった時に、実は片山が鈴木のマシンを購入してレースに出たということはみんな知ってるんだけども、その裏側、実際はどんなドラマがあったのかと。いや、まあ片山さんのフェイスブック見たことある方は、もし見たことない方一度ね覗いてみてください。フェイスブックで片山隆文で検索したら、片山さんのアカウント出てくるじゃないですか。はい、ほらすごいですよ。哲学的な文章とかね。いやいや、そんなことはないでしょ。その文章書くのはきっとお得意なんやろなと思っとったけど、全然そうじゃないんだよね。その小説みたいなね、一冊の本を作ってるわけですからね。でもね、小説もね、フェイスブックの文章書くのも一緒ですよ。あ、そうですか。フェイスブックの文章書く方がどちらかといえばもっと難しい。あ、短い方が。あまり無駄な言葉書いても仕方ないからね。ちょっとこれはね、ビッグニュース。あれなんですよね。今回もその本を出されて、その出版した本をご購入いただいた方のその予算を使って、これまた映画にと。そう。映画の支援プロジェクトでもあるわけですか。そういうことです。クラウドファンディングとして、映画のもっと立派な映画を作り続けたいと。なるほど。カンヌも行かないかんしね。赤絨毯歩かないといかんか。いや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 、そのための、はい、一つのアプローチでもあるわけですね。そうです。全くそのためのアプローチです。これ発売日いつぐらい予定なんですか？発売、皆さんの手元に本当のデジタル出版じゃなくて印刷して紙の本ね。紙の本を送り届けれるのが3月かな。比較的早いね。3月半ばぐらいには届けれるんじゃないかな。今じゃ絶賛執筆中なんですね。そう、大体3分の1、半分近くまで大体。あとで山ちゃんにね、その一部をちょっと読んでほしいね。僕がですか？さっき見してもらったやつ？僕がですか？僕が読んだらやっぱちょっとおかしいですね。僕読んだら変えような気するな。一応本を書いたペンネームはね、考えてはいるんだけどもね、ペンネームで、それで執筆したということにして、ぜひ後で山ちゃんにお願いしたいですね。一部だけ。はい。じゃあちょっと一生懸命読んでみます。僕なりに。はい。で、じゃあとにかくこの本を、がどんな内容なのかの、じゃあ朗読になるんですかね、僕は。そうだね。おい、久々に山ちゃんがカメラに映るよ。僕らが映らない。どうせ編集するのは僕やから、俺がカメラのアングルをガーッとズームアップするから。いやいや、もう片山さんのそのレースのねシーンの写真を挟みましょう。そっちの方がいいから。その僕の声の上に、声の後ろにその美しいね片山さんのレーシング写真 NR の、はい、NR 鈴木と。じゃあちょっとまずはその朗読の方を皆さんに楽しみだね聞いていただきましょうか。山ちゃんが映像に出てくりますよ久々に。ちょっと今から5分からぐらい練習させてもらってから、はい、じゃあピンでいきますからね。ピンで片山さん横にいてくれてないね。はいはい。じゃあまずは朗読の方をお聞きください。はい、よろしくです。ワールドグランプリ80コンチネンタルサーキットの抜粋です。そんな状況下で NR500 が予定通り出来上がらない。だから高積はレースするために RG500 を購入したいと言っていると説明した時に、その事実を真剣に聞いてくれる、そして熱烈な高積ファンの鈴木インポーターでなければ可能性は閉ざされるというのが実態だった。ましてや RG500 は世界的にほぼ完売されている状況下にあることは、高積を含めてレース関係者ならば周知の事実だった。その厳しい状況下で遅まきに RG500 を手に入れたいと願う高積に応えるべく、友人は世界数カ国のインポーターにコンタクトして交渉を始めた。選択肢の中にはプレミアをつけて購入者から買い上げることも友人の視野には入っていた。レースの世界はとても狭く、どことどこの国の RG500 は品薄で、互いがもっと台数を欲しがっているというネガティブな情報も入手しながら、ようやく残り1台の可能性にたどり着くことができた。高積が本当にRG500 でレースするなら売ってもよい、そう言ってスイスのインポーターが自分のコレクションとして残す予定だった RG500 を「本当だな本当だな」と何度もレースに出ることを念押しした後、通常の販売価格にプレミア価格を上乗せすることなく高積に譲渡してくれることが決まった。だがことはこれで全てが終わったわけではなかった。ホンダに鈴木でレースに出ることを認めさせるという一番大きな山場がまだ残されていた。当時では破格の契約金、それもライダー契約の最高額で契約締結をしながら鈴木のマシンでレースをしたい、そんな心情を高積がホンダに伝えたらどんな答えが返ってくるだろうか。通常ならば決してこのシナリオそのものを構想すること自体ワールドグランプリライダーは考えない、いわばご法度の考え方と言えるからだ。だからこの前代未聞のシナリオが高積のビジョン通りに進むかは神のみぞ知る世界であった。ということでどうでしょう。いやなかなかこの続きを見たいですね。僕もね、うん、今この片山さん朗読させてもらったこの原稿しか知らないです。そうね、それ以上渡せないですねあ、もうだいぶ進んではいるいる、もうその前後が当然あるんで、うん、いやこの当時の片山さんのね活躍と、うんうん、あとはその、まあ、これもすごい話題になったお話じゃないですか、うんね、あの時片山がホンダと契約してなければ、はい、うんぬんとかね、うん、ちょっと今回のその鈴木のマシンに乗ったっていうのも有名な話で、その時代のことをよく知ってる人にとっても興味深い内容だし、事細やかに活字で残すということをね、うん、やっぱしためらってもいたからね、うん、今まであまりにもリアリティがあるからこれはやっぱこの時代だからできたことなんですかね。だと思うね。この間やはり NR シリーズをね、はい、出版されたのもあるし、うん、あレーサーズの話、はい、そうですね。だからレーサーズ、はい、2巻3巻ね出したし、そういう意味では80年代が今ちょっとブームでもある。はいはい、あこういう時期に、やはり便乗して。うんではないけれども、出せる時に出しておこうかなと、ましてやまあ自分がやりたい映画とリンクできるので、これ一冊の本を片山さん自ら執筆する、例えばライテク本とか昔やったじゃないですか、片山さんが出されたやつ、あれは語ったのを書いてくれたのね。自らこうペンを取ってっていうのは初、一冊だけ片山葉隠れというのがあったんですね。この片山葉隠れだけ唯一書いた。でも小説っぽくないからね。ほんの数行で。あ、数行書いたやつが1ページずつあって、80ぐらいのコンテンツになってたかな。新人物往来者っていうところから出してもらったんだけどね。何歳の時の片山さんですか？まあでも数十年空いてっていうことですか？もう当然ですよね。40年ぐらい空いてるんじゃないですか。いやこれはね、片山ファンはぜひとも、はい、本棚にね、一冊、そうだね、収めてほしいね。今の関係した各メーカーさんにもねお送りしたいしね。ああそうですか。こんなことをやりましたと。はい、ということで今回のこの本のお申し込み、ご購入いただいた予算、費用に関しましては、これは映画の制作費用にも回っていくんですね。そうです。ということでぜひともその映画を応援するためにも、片山ファンの方は片山さんが今まで語ってない裏側が見えるかもしれないということで。いやかもじゃなくてそればっかり。あ、そればっかりですか。ああなるほど。はい、僕も全然分かってないからね。はい、ですので、ぜひともご購入いただければと思います。はい、ということで今回は片山さんが今書かれてる、ワールドグランプリ80、コンチネンタルサーキット。これ副題もあるんですよね。副題もあるんですよね。ありますね。こちらの書籍についてご紹介させていただきました。はいはい、そしてちょうどね、お正月に入っていくので、お正月のための、お年玉ではないけれども、本を購入して、ファンディングで、支援してくださった方々には、本には、実は写真も。プロマイドじゃないけどもつけようかなと思っていたり、その中にあるこう掲載されてる本の中の写真じゃなくてリアルな写真をやっぱしついてるとイメージあるじゃないですか、プリントやです。そういうものとか、それから初期の数に限りはあるんだけど数百ぐらいは今あるんで、こういうあ、そっかそっかそっか、それか、お守りキーホルダー。そうなんです。これね、皆さんお守りなんですよ。片山さんが作ったキーホルダーなんですけど、裏これ実際に神社回って2か所の神社仏閣に回ってご祈祷したお守りキーホルダーがまだちょっとだけ数があるのと、でこれはまあ非売品だけども片山ホーラーレジェンドのもの、ラバー製のワッペンですね。これはまあもらって棚の上に飾っておくか、自分の洋服につけるかはまあお好きにしていただいて、スマホの裏側につけてもいいですよ。ああ、俺もつけてた。まあこういったものをプレゼントするように。それってなんか数に限りがございますですよね。まあある程度大丈夫じゃないですかね。限りは必ずあります。はいあります。じゃあこの動画が公開と同時にもう申し込めるということですね。そうですね。その書籍スタッフが今それを準備しているので、じゃあまたリンク貼ってください。はい、お申し込みいただいた方には片山さんもう一度見せてもらっていいですか。そのお守りかですよね。そうね、どれかになるんだろうね。どれが欲しいってひょっとしたら書けるようにスタッフが申し込みを書いてるかどうかは僕にはちょっとわからないんで。僕もわからない。出来上がってから見ていただいて。はい、じゃあ下にリンク貼っておきますので、そちらのリンク先に記載されてると思われますので、そちらの方をご覧いただいて。で、今この書籍をご購入いただいた方には、こういった特典もついてくるということで。映画作成にぜひぜひ皆さんサポートしてください。はい、ありがとうございます。はい、ということで山ちゃんも朗読ありがとうございました。すみません、伝わらない朗読で失礼いたしました。それではまた来週楽しみにしております。はい、よろしく。さよなら。